ウィンダピー、どうもカンタです。今回はラスボスといえばで最初に出てくるあの MC を紹介ということで、今回はフリースタイルダンジョンの初代ラスボスとしても活動され、昭和レコードの中心メンバーであったハンニャさんについて紹介したいと思います。皆さんがハンニャさんと言われて考えることとしては、ラスボスとしてめちゃくちゃ熱いバトルを繰り広げ、一言で相手をビビらせてしまうような威圧感を持っている MC であり、音源でも同じように不器用な部分がありながら熱量を武器に自分の等身大の心情を吐露している MC という印象があるのではないでしょうか。もしくはフリースタイルダンジョンや武道館公演の CM、 やっちゃったの曲の中でのようにおふざけが過ぎる MC なんて印象もあるのではないでしょうか。しかしながら、そういった彼の今の活動に至るまでには深い葛藤と困難が潜んでいました。今回は彼の曲のリリックを紐解きながら、彼の生い立ち、ラッパーとしての成長、そして今について紹介したいと思います。ハンニャさんは1978年東京都世田谷区三軒茶屋に生まれます。1978年というとラッパー界ではレジェンドが多く、 AK69 さん、ファン AK 神さん、トコナ X さんなどが同い年ですね。世田谷というとスタイリッシュな街という印象があるかもしれませんが、彼は幼少期に貧しい暮らし、母子家庭、日韓ハーフであるという人種上の違いなどなど様々な苦悩に苦しんだとのこと。大丈夫という曲の中でも、俺はもともといじめられっ子、母子家庭格闘、そこは戦場とあるようにいじめの標的になっていたそうで、小学校の時にはプールに沈められたり、木の枝で叩かれて失明したこともあったそうです。そんな中で世間に対して、そして同じ街で鮮やかな暮らしをしている人に対して、殺すという2文字の感情が湧き上がってきたそうです。そんな気持ちを彼が消化できるようになったのは、高校生にルミというフメールラッパーから韻の踏み方を教わり、ラップができるようになってから。サッカー部で喧嘩をやめた彼はラップを始めたのでした。その後彼はルミ、DJ バックとともにハンニャというグループを結成。今の名前はこのクルーの名前に由来するものだったんですね。反逆ののろしを上げ始めた彼はジブラさんのラジオに音源を送り、当時のラジオパーソナリティであった彼に大絶賛されます。その後彼は妄想族というクルーを結成。当時の PV を見てもらえれば分かるのですが、彼らの癒やす感は本当に半端じゃないですからね。様々なイベントに勝ち込み荒らす、そんな破天荒な方法で名前を広げている中で、彼は社会問題にも切り込んでいきます。アルバムの表題曲でもある根こそぎでは、彼の政治に対しての問題意識が取り上げられており、汚職や政治献金に対しての怒りが語られていますね。そんな怒りの感情はバトルでも見事に生かされ、 B-Boy パークでのフォークさんとの試合は今でも伝説になるほどの乱闘となっています。また音源でも知名度を上げていた彼は UMB2008 でついに優勝、徐々にスターへの道をステップアップしていきます。そんな中で彼のラップの目的は、徐々に怒りから社会貢献といった方向に動き始め、何もできねえけどという曲の売り上げは全て東日本大震災の寄付に使われたそうです。そしてフリースタイルダンジョンのラスボス就任、彼のラスボスとしての働きや風格というのは、本当にこういった日々の活動によるものなのではないかなと思います。昭和レコードというレベルまで立ち上げた彼は、そういった地道な活動を通して武道館での単独公演を成功、その後自分自身の過去について取り上げた映画、その男東京につきも公開されました。本当に彼のバトルは見ていて胸を揺さぶられますよね。彼の曲についても今回の紹介で語りきれなかった部分が、あの頃じゃねえという曲に詰まっているので、ぜひ聴いてほしいです。皆さんもラスボスハンニャ、そしてラッパーハンニャの好きなフレーズ、曲、エピソードなどあれば教えてください。本当にこれからも彼の活動から目が離せない。というわけで、また。